リエカ。リエカ、クロアチア語、リエカ・リエカは、クロアチアの都市。アドリア海のクバルネル湾に面するクロアチア有数の港湾都市。プリモリエゴルスキ、コタル群に属する。過去イタリア領だったこともあり、イタリア語でのフィューメ、フィューメの呼び名も通じる。リエカもフィューメも共に、川を意味する。イストリア半島、イストラ半島東側の付け根にある港湾都市。 物流の拠点として、重要な役割を占めるほか、工業も盛ん。イタリア、スロベニア国境に近く、約65キロ北西には、イタリアのトリエステが位置している。新石器時代の定住地跡が、フィルメ周辺で見つかっており、この地で最古の定住地は丘の上にあった、ケルト系のタルサティカ、現在の市内のトルスト付近、そして天然港の上に住んでいたのは船乗りを、 制御としていた、イリュリア人の一部族、リブルニ族であった。フィーメは長い間、丘と海の二つに定住地が分かれるという特徴を保った。アウグストステー時代、ローマ帝国は、現在のリエチナカワウガンに、ムニキピウムとして、タルサティカを再建し、なおフルメン、フラマンとした。プリニュースもタルサティカについて触れている。5世紀以降、東ゴート王国。 東ローマ帝国、ロンゴバルド王国、アバール族、フランク王国、そしてクロアチア人、マジャル人と支配者は変わり、1466年以後はハプスブルク家の支配下に入り、アドリア海で最も強力な海洋国家、ベネツヤ共和国は1508年に短期間フィーメを支配したのを最後に、その後支配は及んでいないが、その後二度フィーメを略奪した。 四世紀以後、フィューメは、聖、ビトゥスを、守護聖人とした。ラテン語でテーラーフルミニスサンクティ・サンクティビティ、テラフラマナイズ・ソンクティ・ソンクティビティ、ドイツ語でザンクト・ファイト、アムプ・フラウム、ザンクト・ファイト・エーム・フラムと呼ばれた。中世のクロアチア語名は、リカス・ベトガ・ビーダ、リカス・ヘトガ・ビーダ、聖ビトゥスの川であった。中世のフィューメは、 周囲を城壁で囲まれた封建的な要塞であった。市中心部の高台には、砦があった。どっしりとした城壁でどんな外敵からも守られていたが、敵は内部で暮らすフィウメ市民であった。1723年に、フィウメに自由港が建設され、18世紀から19世紀までのフィウメは、1870年に、オーストリア・ハンガリー帝国のハンガリー王国へ、 移るまで、ハプスブルクリオオーストリア、クロアチア、ハンガリーと創始国が移り変わった。クロアチアは、ハンガリー王国を構成する自治地域であったが、その中にあってフィウメはクロアチアからも独立した自治都市であった。ハンガリー政府から任命された総督が、直接フィウメを治め、フィウメは、ハンガリー王国唯一の国際公となった。オーストリアの国際を取りえすて、 ハンガリーの開港フィーメとの間には競争があった。19世紀初頭、フィーメの経済的、文化的指導者は貿易業者、アンドリア・リュデビト・アダミッチであった。フィーメには規模の大きな海軍基地があった。19世紀半ばにはそこにオーストリア・ハンガリーの海軍兵学校が置かれ、主官の育成が行われた。1872年から1896年まで、 フィウメ市長を務めたジョバンニでキオッタは、最も権威ある地方の政治指導者だった。彼の指揮の下、都市拡張の印象的な過程が始まり、主要校としての開発が始まり、オーストリア・ハンガリー鉄道網とフィウメの接続、国際貿易の拡張が行われた。ハンガリーの王立海運会社アドリア、リエチナダニにある、製紙工場といった現代産業及び商業会社は、 フィーメのトレードマークとなった。1866年、スタビリメントテクニコフィウマーのオーストリア・ハンガリー海軍にエンジンを供給していた会社のマネージャー、ロバート・ホワイトヘッドは世界初の魚雷実験を行った。1880年にわずか2万1人だった。人口は1910年には5万人となった。多くの主要な公共建築はこの時代に建てられた。 アラヨス・ハウスマンの建てた総督宮殿もその一つである。後のニューヨーク市長、フィオレーロ・ラグ・ワルディアは20世紀初頭にアメリカ領事館員としてフィューメで暮らし、地元のサッカークラブでプレーしていた。第一次世界大戦後のオーストリア・ハンガリー帝国の終焉は、クロアチア人上流階級とフィューメの行政を握るイタリア人との対立を招いた。イタリア、そして、 セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国、後のユーゴスラビア王国の建国者はどちらも住民の民族構成に基づく民族統一主義を主張し、総主権を要求した。短期間のセルビア軍による占領後、イタリア、フランス、イギリス、アメリカ合衆国の連合軍が1918年11月にフィューメを占領した。 一方で1919 19年、パリコアは会議の場で、フィーメの将来が議論されていた。イタリアは、自然体の人口の88%を、イタリア人が占めているという事実を根拠に領有を、主張した。クロアチア人は、フィーメ人口の残りを占め、近隣の町、スシャクを含む郊外で人口が優勢であった。1919年9月10日、サンジェルマン条約で、 オーストリア・ハンガリー帝国の解体が宣言された。フィューメの貴族についての交渉は、イタリアの詩人がブリエレ・ダンヌンツィを率いる、イタリア国粋主義民族統一軍勢力が、武力で、フィューメを管理下に置いた2日後に中断された。ダンヌンツィオはすぐ、フィューメにカルナーロイタリア執政府を樹立させた。1920年6月の、イタリア本国で、 リベラルのジョバンニ・ニジョリッティが首相に再任されると、ダンヌンツィオのクーデターに対する公式姿勢を強める意思を表していた。11月12日、イタリアとユーゴスラビアは、ラパロ条約を締結し、双方とも受理可能な政権の下でフィウメは、独立したフィウメ自由史であるとした。ダンヌンツィオの反応は派手で、異常な判断によるものであった。ダンンツは、イタリアに対し復し、 イタリア王国空軍による空爆を招いた。その年の終わりに彼は降伏し、5日間の抵抗戦の後、イタリア軍が1921年1月にリエカを占領した。実論者の率いる憲法制定議会選挙は、領土をめぐる争いに終止符を打てなかった。短期間のイタリア愛国主義者による全権掌握は、イタリア王全権大使の介入で終わった。 そして1922年3月の地元ファシストの政権乗っ取りは短期間に終わり、3度目のイタリアの軍事侵攻を招いた。それから7ヶ月後、イタリア本土がファシスト政権下に入った。辛辣な外交の時代は、1924年1月27日のローマ条約でフィューメがイタリアへ返還され、スシャクがユーゴスラビアへ返還され、 フィウメ港の共同管理を行うことで決着した。3月16日、公式にイタリアはフィウメを併合し、その後20年に及ぶイタリア人支配を続け、第二次世界大戦中のイタリア降伏後は20ヶ月間、ドイツの軍事占領を受けた。大戦中には連合国側からの空襲でフィウメは被害を受けた。港湾地区は退却するドイツ軍によって破壊された。 ユーゴスラビア軍がフィュメに入ったのは1945年5月3日であった。戦後、フィュメの運命は軍事力と外交力の組み合わせで解決された。当時、ユーゴスラビア軍はドイツ占領地に対する遠征の一環としてさらに西のトリエステへと進軍していた。1947年2月10日、イタリアと連合国側が締結したパリ条約において、フィュメは クロアチア領、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国と公式に決まった。一度創始国の交代が公式に決まると、進軍するユーゴスラビア軍の前に取り残された6万6千人のイタリア語話者のうち5万8千人が生まれ故郷を捨て亡命した。彼らはエスウリ、亡命者と呼ばれた。イタリア語話者への差別や迫害といった多くの出来事が大戦末期に、 ユーゴスラビアの民衆と兵士たちの手で行われた。平和の訪れた戦後の最初の一週間は痛恨の記憶となっている。ファシスト、イタリア政権側の公務員、軍当局者、そして民間人ですら告発され、即決裁判と処刑が行われた。民族浄化を避けるため、大半のイタリア人たちはフィーメを放棄して去るよう信いられたのである。年以降、 ディエカは再び経済成長をはじめ、ユーゴスラビア最大の港となった。産業の復興が進められ、物流、政治、自動車とその部品、化学工業、石油生成、繊維産業の施設が設けられた。ディエカの都市圏は拡大し、住民は増加した。1970年には、近郊のクルク島に、ディエカ国際空港が開港し、1973年には、 リエカ大学が設置された。1991年7月、ユーゴスラビア紛争が勃発し、リエカはクロアチア共和国の都市となった。ユーゴスラビア連邦時代末期から経済危機に陥っていたリエカは、戦争によって再びユーゴスラビア側からの攻撃を受けた。被害を受けたリエカは、数年にわたって国からの支援を受けなければならなかった。 しかしその地理上の好ましい位置のため、国内外の情勢が落ち着くにつれてリエカは回復し、わずか数年でクロアチアの主要都市へ戻った。新生国家クロアチアの下でザグレブリエカ間の高速道建設など多様な公共工事が行われた。ホンダシビックタイプ R やレクサスイズなど日本車のプロモーション撮影においてたびたび同所が使用されている。リエカは 地中海性気候であり、温暖な夏と相対的に温暖で雨の多い冬を持つ。降雪は稀で1年に3日程度である。1年のうち22日以上が気温30度、またはそれ以上となるが、ある年には摂氏0度を下回る日はない。しばしばボーラが吹く。年間の日照時間は約1922時間である。最高は7月の約297時間で、 最低は12月の97時間である。2001年の国勢調査によると人口の80.39%がクロアチア人である。イタリア語話者は全体の1.9%程度で、その一部はイタリア国籍を持つ。リエカ港は第一次世界大戦時にオーストリア・ハンガリー帝国により、 急速に整備され二重帝国制が崩壊する前の1918年に完成した。港の整備にかかった費用は80万クローネ以上であった。今日リエカはクロアチア最大の港でリエカの港湾当局によれば2007年の貨物取扱量は1300万トンで急増している。また現在整備中の区間も多いがリエカは 法律的な道路網によって他のクロアチアの都市や近隣国と結ばれている。ハイウェイ A6 号線によってリエカと首都ザグレブは結ばれているほか2004年に一部完成したハイウェイ A7 号線によってスロベニア国境と短い距離で結ばれた。リエカは現在は暫定車線のイストリアン Y 高速道と呼ばれる B8、B9 号線のウチャカトンルによるアクセスも得ている。 バイパスや接続道路の建設も行われており、2006年7月15日に計画の半分である東側が改良し、西側部分はそれより2年以上かかるとされた。ティエカは空港へのアクセスには難があり、有料の橋を渡りクルク島にある国際空港まで行かなければならない。クルクの空港が扱った年間旅客数は2005年でも13万人に過ぎない。 2008年の計画でも25万人であった。重要なハブ空港というよりもチャーター便を受け入れる施設の空港であるが、LCC を中心に欧州の定期航空会社が運航を開始している。鉄道網はクロアチア鉄道や周辺国から乗り入れる鉄道の結節点である。電化された路線によってザグレブとは結ばれ、そこから さきさらにコプリブニツァやハンガリー国境などと結ばれ、半欧州交通路をコビット線を構成している。また、スロベニアのリュブラナやイタリアのトリエステなどとも結ばれているが旅客列車の運行本数はそれほど多くはなく、貨物列車が中心である。旅客列車は、リエカからはザグレブやウィーンに向かうインターシティやユーロシティのほか、リュブラナへ向かう急行。 クロアチアの他都市へ向かう都市間列車や夜行列が運行されている。夏などの観光シーズンにはミュンヘンからの夜行列車も運行される。長期的な計画として欧州交通回廊にあたる区間の鉄道の高速化も計画されている。町の中心部にはバスの発着ターミナルがあり、クロアチアの各都市や周辺国へ向け長距離バスが 数多く運行されており、鉄道より利便性は高い。フェリーの運行はよく発達しており、周辺部の島々とリエ加工との間を結んでいる。週2便、アドリア海沿岸のスプリトと結ぶ便が、就航しその先でブロブニクや、国際的な接続もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。